こんにちは、県民生協のまいまいです。今日は10月に新しく稼働した水産 PC にやってきました。今日はここ水産 PC の様子について見て紹介してみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。水産 PC は去年まで嶺北エリアの宅配のセンターだった場所を使って、新たに県北物流センターと合わせて設置した建物です。今日は水産 PC の吉田さんに水産 PC について教えていただきたいと思います。吉田さん、よろしくお願いします。お願いします。それでは早速なんですが、水産 PC ではどのようなものを作っているのですか？水産 PC では現在、お刺身を約8種類で、あと例えば鮭などの切り身、あと塩銀鮭などの塩切り身、あとしらす干しや、磨き自身などといった塩化の小分け、あとは、最近流行っているミールキットの方と、あと焼き魚の原料の加工を、しております。これまででもハーツにそういった品物あったと思うんですけど、水産 PC で新たに作ったっていうことなんですか？いや、既存で行っていた焼き魚の原料の加工、あとうまみ干しの加工に加えて、お店の現場の負担になっていた、定番のお刺身、あとは焼き魚の原料を、全て、こちらの加工センターで、今賄って、現場の負担を取り除いているっていう状況ですかね。はい、店舗10店舗分のお刺身であったりとか、はい、お魚の下処理をここで行って、はい、現場の人たちの負担を少なくされているってことですね。そうですね、どうしても水産負担が大きいので、朝早くとかね。でその分の負担を加工センターで取り除いてしまって、お店では、朝どれのお魚を使った、もうワンランクアップした、美味しいお刺身、お寿司、あとは、揚げ物などを、展開していただけたらなと思い、その他のことを、加工センターで行っている感じです。これまでハーツの作業場で行っていたことを水産 PC で行うことで、品質の均一化や商品の品揃えもしっかりできるようになったってことですよね。はい、ところで、朝一番にお店に商品を並べようと思うと、何時頃からお仕事されているんですか？基本的には、夜中の1時スタートです。そんなに朝早い時間から作業をしていただいているおかげで、私たちが朝一番にお店に行ってもしっかりと商品の品揃えがされているっていうことなんですね。最後に吉田さん、組合員さんに一言お願いします。はい、どの地域の組合員さんが、どのハーツにご来店されても、同じ商品、同じ品質の、価格、または商品が、お買い求めいただけるように、水産加工センターでは日々、頑張っております。また現場のハーツお魚コーナーにおきましては、特に朝どれのお魚、そちらを使ったお刺身、お寿司、また、お惣菜ですね、例えば焼き物だとか、揚げ物、天ぷらなどを強化できるように、今現在、お魚コーナーみんなで頑張っておりますので、今後も、ハーツのお魚コーナーを、ご利用くださいませ。吉田さん、ありがとうございました。水産 PC ではこれまでお店の課題となっていた開店時の品揃えの強化と各店の品揃えの統一を図ります。生協のお魚が美味しい裏側にはこういった取り組みがあるんですね。ぜひ皆さん、生協のお魚商品食べてみてくださいね。